皆さん、こんにちは、マーティーン。で、アルミアクーバ金魚高です、えー。イソップ童話の金の斧、銀の斧、朗読したいと思います。お家で、皆さん、ステイホームで、ぜひ、朗読、私と一緒についてくれるかな。お前が落としたのは、この金の斧ですか違います。そんなに立派な斧ではありません。すると、女神様は次の、次に銀の斧を出しました。いいえ、そんなに綺麗な斧でもありません。では、この斧ですか女神様は3番目に見せたのは、 使い古した汚い斧です。そうです。ありがとうございます。お前は正直者ですね。女神様は、感心して銀の斧も、金の斧も、男にくれました。男が友達にこの話をすると、友達は、俺も金の斧をもらってこよ、と汚い斧を持って池に行き、わざと斧を投げました。すると、金の斧を持って女神様が現れました。お前が落としたのはこれですが、そうです。その金の斧を、 落としてしてまったんです途端にメガミがさまは怒って嘘つきの欲張り者もめと言い残すと池の中へ戻していきしまいました嘘つきの欲張りの友達は自分の斧も拾ってもらえずいつまでも池のそばで泣いていましたこれね嘘つきはどうぼうの話です始まりです以上ですバイバイ